おはようございます。ちょうどここは工事中でございますね。はい、今日合成やってきましたけどね、遠慮量を回ってみましょう。これ古墳やったら大きな古墳ですね。あ、これ来たことありますね。あの反対から来るまでね、大変やったんやけどね。これ交渉後、雲の中前に入りましたね。はい、ちょっと行ってみましょう。一応ね、天皇陵としてね、宮内庁がここであえて決めてありますけどね。はい、失礼します。ここはそうですけどね。あ、入れんのかな。入れないか。あの瓶はずーっと入ってたらね、石棺とか見えたらいいんだけどね。これも中入られへんの。これ斜めかしか見られへんの。あらあら、ここは基本的にね、埴輪とか出とるから御聖域じゃなかろうか言われとるんでね、ちょっと問題があるかもしれんけどね。入りませんでした。あ、綺麗にね、今日はほら履いていただいてますね。誰もいらっしゃらなかったね。ちょっと上上がってみようか。横に神社があったんで、交渉神社とかね。ここからやな。はい、ここから上がってみましょう。交渉宮でございます。神宮でございます。随分石段がこれ斜め右斜めになってるね。斜めに100年島の国道24号線でございます。今どうなんだろうな。168号で変更だったかな。はい、ここが社でございます。これほんまに全部天皇陵なんだろうか。どうなんだろうかね。これすごいことになってんだけど、かな。全然入るとこないんだけどね。まあ天皇陵は宮内庁が管轄してるんで、基本的にはね入れるとこないんだけど、ここはお宮さんやから、この横はね。桜やな。
ここそういうことかね。ここが天皇陵なんだ。横なんかこれあかんねえの入ったら、これなボタンであるし。ここからね入れへんねやろな。撤退しましょう。ズームして左が下を、左と落ちてるね、左側が落ちてますからね。ちょっと登ってくるとき大変だったんだけどね。地盤が下は緩いやろな、これ。この辺は全部がね、これ、すごいことになってるんだけどね。ここ商店の寮でございました。ありがとうございました。どうしてもここ行ってくれ言われたんだけど、全然ね、何にもね特徴があるもんじゃないんでね、残念でございました。5世紀ぐらいの感じの、ね、古墳ですからね、もし古墳としてするんやったらね、時代が合わないんやけどね。はいはい、ありがとうございました。